はい、ということでどうも皆さんこんにちは。お久しぶりです。ニグでございます。本当に久しぶりのドタ2実況だな。ツッコミ担当のマリサだぜ。実はですね、とある企画に呼ばれてしまったんですよ。なんと、ドタのストリーマーが5人集まってコラボ配信したんです。ほほう、この企画に誘われたと。いやー、これはすごいことですよ。日本のドタストリーマー5人集まると思ってなかったので。驚くとこそこなの？ドタ2不況動画。説明。日本のドタのストリーマー人口、本当に少ないですからね。5人集まっただけでも奇跡ですよ奇跡。今回は、さっきのコラボメンバーで戦っていきます。早速敵がやってきたな。ほらー、スタンダふふ、私がファーストブラッドを奪ってしまいました。5人パーティーだと意思疎通が取りやすいな。おい、あのもう一人も追うぞ。日本ドタの恐ろしさを敵に伝えてやるんだ。こんなんで日本を背負うな。あともう少しでスタンダ入る。よっしゃ入った。オラオラ、叩け。早速ダブルキルいただいてしまいました。序盤からいい感じだな。やはりパーティーでやるドタは格段に楽しいですね。豚肉と牛肉くらい違うのか。タケノコとマグロくらい違う。それはもう別の幸なのよ。今回使うヒーローはドラゴンナイト。スタンスキルを持ち、むちゃくちゃ硬いタンク向きのヒーローです。5人パーティーだし、お前が敵の攻撃を受けないとな。HP が高く硬いということは、HP が高いということです。小泉公文やめー。アイテムを購入しました。この腕輪があればレイン戦が少し楽になることでしょう。やっぱり序盤は安いアイテムを買っていかないとな。一気に高いアイテムを買おうとするとうまくいかない。古事記にもそう書かれてありました。平然と嘘をつくな。レイン戦はいい感じですね。この有利をキープしたいところ。おい、味方サポートの HP が危ないぞ。おい待て、負担するな。畜生、味方サポートがやられてしまった。やはり敵も一筋縄ではいかないか。畜生絶対許せねえ。邪線持ってお前の家に襲いに行ってやる。日本文化で襲いかかるな。ってことでレインを押し上げないようにお金稼ぎ、こういうのは一体ずつ丁寧に倒していくのが近道なんです。小さな積み重ねがチームの勝利へと繋がっていくんですよ。細かい部分の差が勝利に繋がるからな。おい、何のこのことレインに来てんだ。出てけ、ここは私のレインなんだ。レインにやってこないよう圧をかけないとな。ここはギリギリまで追って、いい感じに恐怖感を与えましょう。石橋を叩いて渡る、私の好きな言葉です。すみません、ここに外星人がいます。いい感じにスタンが入った。ふう、いただきました。味方が一人助けに来てくれたな。いやはや、ナイスアシストですね。銀行口座どこか教えてもらっていい？お礼に金を振り込むな。そろそろタワーに攻撃を仕掛けましょうか。これで敵を上側に誘導したいな。私たちの動きで敵を誘導し、味方が動ける範囲を増やすのです。って言ってたら早速二人来た。一対二でもなんとかなりそうだな。いやはや、さすがの硬さですね。俺お前のこと一生守るって言った信念くらい硬いですね。それは柔らかいぞ。よしよし、ナイスキル。で敵増援来てるじゃん。バイバイ味方、私は帰らせてもらうよ。速攻で味方見捨ててて草。いやいや、考えてみてくださいよ。二人戦ってどっちも倒されるのと一人生き残るの、どっちが大事ですか。そこは取れ高的に全員戦って倒されろよ。取れ高のためなら何でも許されると思うなよ。どうやらここで待ち伏せして敵を倒すみたいです。これも意思疎通が取れるからこそだな。修学旅行みたいでワクワクしますね。コロシアの学校でも通ってたんか。敵に待ち伏せがバレないよう、ギリギリまで待ちましょうか。よっしゃ作戦開始。オラオラ、スタンで固めて叩け。よしよし、いい感じに作戦成功しましたね。ってことでタワーを破壊。これで私がトップレーンで自由に動けるようになりました。ここからはちゃんと集団戦に参加していきたいな。タンクの仕事は危ない場所でも経験値を獲得すること。味方は上のレーンに行ってもらい、危険な下のレーンで経験値稼ぎ。私は硬いですからね。ちょっとやそっとじゃ倒されませんよ。はいはい、後で豆腐の角で頭打とうね。私のこと嫌いなの？なんかこう、頭を掴んで思いっきりやれば硬くてもいけるかなって。それはもう明確な殺意っていうのよ。敵が来てるので交代。うお、飛び込んできた。ってことは下のレーンに敵が複数いるな。みんな、今のうちにレーンを押し上げるんだ。てやっべ、3人は聞いてないよ。さすがに3人だとゴリゴリ削られてるな。まるで石臼で引かれてるみたいですね。誰もわからない例えやめろや。あれ、みんな石臼で引かれたことないんですか？足先から骨という骨がゴリゴリ砕かれる音とか聞いたことないんですか？もしあったとしたらもはや生きてないのよ。味方が間一髪のところで助けに来てくれました。オラオラ、反転して反撃だー。あのすみません、死んでるんですけど。黙れこそ。ブリンクダガーを購入しました。これで集団戦で先手を取りやすくなります。ってことはここから本格的に集団戦開始ってことか。積極的に動いて敵に圧をかけていきたいですね。ってことでまずはミッドのタワーに圧をかけます。おっと敵を発見。
フリンクからのスタン、強いですね。一瞬で距離を詰められるって強いよな。50メートル走でもこれ使えないですかね。堂々とズルしようとすんな。瞬間移動とか最高じゃないですか。遅刻しそうな時でもギリギリ間に合うってことでしょ。ワンチャン距離ミスると壁に埋まるかもしれないけどな。まあそれもそれで面白そうですね。のリスクをなぜ軽く受け止めれる。あっやっべ、入力遅れた。敵に先に飛び込まれちゃったな。フリンクスタン、反射神経の戦いなのでかなり難しいですね。集団戦は負けてしまいましたが、タワーを壊せたので良しとしましょう。まあ必要経費ってやつだな。ブリンクダガーがあれば、こういう芸当も可能。ブリンクスタン、そして味方がすかさず攻撃。逃げる暇を与えず削れ削れ。ふう、一丁上がりですね。なるほど、逃げる暇を与えないのか。逃走中で使ったら最強アイテムですよ。なぜこうも不正をしたがる。こんな感じで、人数差を作り奇襲によるカッコ撃破を狙っていきたいところ。ってことで4人で敵陣地に奇襲することに。さーて、目星い敵はいないものか。うお、来てるじゃん。戦闘準備、まずは近くのやつをブリンクスタン。残りの敵は味方任せた。あと掃除洗濯仕事家事も任せた。ニートじゃん。ここで敵の主力を足止めするって作戦ですよ。よっしゃオッケー。いい感じに分断ができたな。こうやってここに対応すれば、集団戦も怖くないんです。味方、ギリギリまで耐えてたが倒されちゃったな。畜生絶対許さねえ。サムネイル詐欺する YouTube の動画くらい許さねえ。わかりにくい例えやめて。強要するサムネイル詐欺、エロ釣り絶対に許さない。味を占めたからといって騙す方向にシフトするのはダメだと思うんですよ。うん、そんなこと言ってたら味方が次々と倒されていってるんだが。いや、まだ私がいる。私がタンクとなるから反転するぞ。オラオラ、透明になっても無駄だ。カップ焼きそば作る時にお湯捨てずにソース入れた時くらいの絶望を味わわせてやる。微妙な脅し文句で草。よしよし、これで集団戦はこっちの勝利ですね。あそこで反転して反撃に切り替えてたのがでかかったな。アガニムシャドウ購入、これで火の玉を吐くことができるようになります。火の玉というかもはやマグマだな。このマグマの中でも平然と剣を触れる。足腰の温度感覚バグってるのかな。そんな次元じゃないと思うんですけど。やはりドラゴンナイトと名前に騎士を持ってるだけあって耐久力があるんですね。ほら、こんなマグマだまりでも余裕そうですもん。敵が右側から来てるな。おっと、これはまずそうですね。交代、拠点まで下がって速度貯めて敵陣地に移動しろ。ケツワークすんな。事前に奇襲を察知できたのはかなり大きいですね。こっちに敵が来たってことは、マップ下側は危険ということです。お前文章構成力どっかに落としてきたんか?と思ったらマップ上側で戦闘が起こってるので加勢しに行くことに。待ってろ味方、今行くぞ。すでに味方一人が倒されて人数不利か。まあね、私が来たからにはもう安心ですよ。71杯目のワンコそばくらい安心感ありますよ。それはもはや絶望なのでは。おっしゃブリンクスタン、敵を止めてるうちに倒すぞ。あー味方が、けど敵も倒せたな。これでこっちが人数有利になりましたね。まだ体力も余裕ありますし、積極的に圧をかけるぞ。ここであの敵を倒したいところだな。地の果てまで追いかけて今後一生ドタできないようにしてやる。トラウマ刻み込もうとしてるんか。よっしゃスタンが入った。オラオラ、叩け。よし、一丁上がり。人数有利だったけど倒すのにかなり手こずったな。もう少しアイテムを揃えて、素早く倒せるようにしたいところ。BKB を購入、一定時間ほとんどのスキルを無効化するアイテムです。これで集団戦でも大胆に前に行けるな。ちょっと集団戦が行われそうなので加勢しに行きます。新しいアイテムが入った今が強いタイミングだしな。すごい感人数。違う強いタイミング。うおお、味方が倒されそう。間に合え。とりあえず驚かすためにブリンク、そして BKB を起動してさらに圧をかけに行く。オラオラ、ドラゴンナイトがやってきたぞ。残った敵は全員ドラゴンナイトに釘付けだな。そして味方がすかさず加勢。素晴らしい。これが日本語による意思疎通の効果か。判断基準が日本語が通じるかなの本当に面白いんだけど。いやー、ここまで集団戦が決まると気持ちがいいですね。今の集団戦で敵もいないし、本陣に攻め込みましょう。オラオラ、タワーおるぞお前らー。一丁上がり、お次は上のタワーおるぞお前らー。敵も復活してきてるから、そこは注意だな。大丈夫、私がいれば勝てます。なんなら一番朝日級でも勝てます。味方願えってんだけど。ちょっと待て、味方がピンチだ。私が助けに来たぞ味方よ。こういう迅速な援護も日本語パーティーの長所だな。いやー、英語を話さなくていいって素晴らしいですね。とか言ってたら上のレーンで味方が囲まれてる。味方あー、畜生絶対許さねえ。打ち合いしてる時にラグで打ち負けたとくらい許せねえ。だから例えがわかりにくいんだって。オラオラー、私に勝てるなら殴ってきやがれ。もし負けたら長時間配信でも何でもしてやるよ。あれなんで戦闘カットされてるんです。はいよろしく。私は彼らに復讐するため、禁断のアイテムに手を出します。
ふふ、ついに買ってしまいました。ほほう、アガニムセクターか。なんか殴ったらすぐ壊れそうな素材だな。なんでオーダがデフォルトの目的なの？これがあればドラゴンの形態が進化し、ブラックドラゴンになれるのです。ブラックドラゴンは最強、古事記にもそう書かれていました。古事記そこまで万能じゃねえからな。今の私はかなり強い。こっちとしてはそんなに強さの違いがわからないんだが。まあまあ、見てなさいって。ゴム味のガムとガム味のゴムくらい違いますから。どっちも食べたくないんですけど。今だ、ドラゴン&BKB 起動。ほらほら、囲んでかっこ撃破だ。3人倒せましたね。このまま本陣に流れ込むドーラー。敵が全員復活するまでにできる限り削っておきたいな。いやいや、このまま敵本陣で集団戦ですよ。なんせ私たちは強いですからね。日本ドタの実力ですよ。はは。そうだな。お前ごときが日本を名乗るな。シンプル悪口じゃん。どうしてですか？このコラボは知名度的に実質日本代表ですよ。私もたまには日本代表名乗ってもいいじゃないですか。何が異色感覚で日本代表名乗ろうとしてんだ。あとは味方が殴ってくれるので、後ろでブリンクスタンを構えておきましょう。よしよし、ナイスですね。ちょっとちょっと、相手立ち位置甘くない？そんなところにいたらブリンクスタンが届いちゃうよ。ああ、倒されちゃったねー。なんかもうその態度はシンプルにうざいやつになってるのよ。そりゃあここまで理想的な展開だとそうなっちゃいますよ。てことで今回も無事に勝利。今回コラボしてくださったストリーマーの方々、本当にありがとうございました。こんなチャンネルも誘ってくれて、感謝しかないぜ。ってな感じで、今回はここまで。次回もまた見てくれよな。